左にこうやってですね、滝がいっぱい立ち並んでいるところを見てみるとですね、そのかぐや姫のですね、おとぎ話、童話ですね、思い出すかのような雰囲気なんですけれどもね。そしてその右側が大きな池が広がり、その奥に新御堂筋が通っているということですね。そうするとですね、その竹やぶが奥にあるんですが、その前にですね、このように桃色のですね、花がいっぱい咲かせてあるんですね。そして中にはですね、このように白っぽい花も咲かせてあるんですね。こちらの花なんですけれども、桃っぽいものがあってですね、花桃というですね、名前が付けられているのなんですね。その花桃の上、このようにですね、竹やぶがいっぱい広がっているということなんですね。そしてですね、カーブを描くようにですね、コーナーの周りを通ってきます。そしてですね、ここで、左の方へと行くんですけれども、坂道になってですね、また下るという形なんですね。そして奥の方に行くと住宅地が見えてくることにもなります。上の方を見るとですね、その高台にですね、公園があるんですけれども、まあ、今回はですね、こちらの紹介の方はですね、省略にしてですね、またいつからご紹介することにしたいと思うんですが、今度は桃山公園の南側ということにあたります。そうするとですね、先ほどご紹介した梅物の一帯、そして竹やぶの一帯がですね、その右手遠くに目に映るということなんですね。その桃山公園の南側、このようにですね、健康遊具の方が5、6個置かれているんですね。こうやってですね、その大域を見ながら運動するのもまた違った雰囲気がしてきそうですよね。そしてこちらが南側から見る桃山公園の大池の周辺になります。その向かって左側の方にお手洗いがあって自販機があるようなんですけれどもね、まあ、いわゆるですね、4分の3をしたということで、この桃山公園を後にしたいと思います。そうするとですね、シェルのですね、石油店があるんですけれども、そこから、まあ、入って登る形にはなるんですけれども、そこから左に行くとですね、このような休憩場所があるんですね。そしてここから直進してくると、階段があってですね、こうやって歩道橋が伸びているんですね。そこから桃山台の西側へと行くことができます。で、今回はこの歩道橋を使って向かっていくことにします。こちらにもですね、名前がついていて、春日橋という名前なんですね。その春日橋を登ってきます。渡る形になるんですけれどもね、そうするとですね、その先を見ると大きなグラウンドとテニスコートが目に映ってきます。そしてですね、向かって右側、桃山台駅があって、そしてですね、新御堂筋と北岡空港線が伸びているということ、そしてですね、左側こうやってですね、新御堂筋と北大阪急行線の線路を一望することができるんですね。ではここからは新御堂筋沿いを歩いてくることになります。今回は逆で、千里中央方面から行くことにしますが、そうするとですね、このような階段が伸びてくるんですね。そうするとですね、その右手の方に、この門があるんですけれども、いわゆるですね、桃山台車庫のですね、門ではないかというふうに思うんですけれども、そちらがあって、そしてその門の左側ということになるんですけれども、また滝やぶの方が広がってくるということなんですね。そうするとですね、その滝やぶのですね、手前ということになるんですけれども、こうやって農家の方がですね、いっぱいに広がってきているということなんですね。これもまた大阪には見られないという、まあ、ふるさとを感じるような風景ですね。坂道を間もなく下り終えるところなんですが、右斜めには千里桃山台動物病院が見えてきました。そして右手の方にですね、宅急便センターがあるということなんですけれども、その先を進んでですね、信号を渡ってくると遠くにですね、オレンジのですね、看板が出ているんですが、快活クラブの方へということになるんですね。右斜めに目を向けると、エレガンス桃山台のマンション兼事務所がですね、見えてきたことになります。
今回はですね、千里中央方面側を歩いているということなんですけれども、そこからですね、曲がってくるとですね、餃子の王将方面、そして南千里方面へということになります。春日三丁目西交差点を過ぎてきたんですが、その左側の方には春日保管所があってですね、駐車禁止区域に停められた自転車が置かれているようなんですけれどもね。そして右手の方にはこうやってペットショップがあり、そしてここからまた登ってくるということになります。春日一丁目のいわゆる坂道に当たるんですが、右手の方には三春日第三マンションがあって、その1階部分にですねセカンドストリートのリユースショップ、そしてそこを過ぎると快活クラブがあります。実はですねこちら、緑地公園と桃山台間にですね快活クラブが2カ所あって、さっきご紹介したのが大阪千里店なんですが、まあ、そちらの方はですねドリンクバーしかなくてですね、ちょっとモーニングはやっていないということらしいんですけれどもね、まあ、その代わりオープンシートの方が、何箇所か16箇所ぐらいあるということなんですけれどもね。その本店がですねその左斜めにあるんですけれども、そちらでしたらですね、モーニングは行っているということらしいですね。そして右手に目を向けると、このように一戸建ての住宅、そしてマンションがですねその上から一望することができます。ちょうど下神殿高架橋の方へと入ってきました。いわゆるですね新御堂筋のところにかかっている橋ということで、その下がですね下神殿という地域ということになるでしょうかね。ここで新御堂筋の方から一旦、離れて右側の方へと入ってきたんですが、そうすると左斜めに進んできて、このようなですね急激な下りという形になるんですね。まあ、一方でこちらから登ってくるとですねちょっと足にくるような感じの坂道というふうに考えた方がいいかもしれませんね。下りきってそこから右を見るとですね大きなですね芝生農家が広がってくるんですけれども、奥を見るとですねこのように大きな滑り台が右にあって、コンビ遊具などがあるんですが、どうやらですねこちらが服部緑地の周辺ということで、いわゆる東側ということになるんでしょうかね。そうしたらその左側の方にですね地図があったんですけれども、いわゆる交差点前なんですけれどもね、現在地がこちらということなんですけれども、そこからですね先を進んでくるとですね春日そよ風広場があって、そのですね遊具類などがあったところが服部緑地ということなんですね。新御堂筋からまたら別れを告げて寺藤に交差点の方へと来ました。そうするとですねここに橋がかかってるんですけれども、服部緑地の方へと入ってくることになるんですね。その服部緑地の入り口の手前にあるのが新石橋人道橋になります。その人道橋からを見てもですねこうやってですね小さな橋がかかっていて、これマンションの橋なんですよね。そしてこのようにですね小さな川が流れているということで、このような橋ということになります。服部緑地の東口ということになりますが到着になります。もうここからですね入ってくるとですね、まずは竹やぶの方がですね迎えてきてですね、緑の床高さを感じてくるんですが、その東口の右側の方にこのような案内図があってですね、服部緑地の周辺が出ているんですが、本当にですねこれを見てみると本当に広大さを感じるものですよね。今回はですね桃山公園を巡ってですね、新御堂筋を通って服部緑地の東口という形になるんですけれども、通ってきたわけなんですが、時間にして48分40秒、距離にして 3.01 キロ、ということはもう3キロちょうどか、あるいは超えるぐらいの距離だったんですけどもね。で歩数が5022歩の389キロカロリーということで、その服部緑地から入ってくるとですね右に行けばですねもう坂道になってくるんですね。その服部緑地周辺にもですねウォーキングをされる方、そして、ランニングされる方がですねたくさんいらっしゃって、やはりですねその北摂地区の最大級を誇る緑地ということなんですが、まあそれにしてもですね桃山公園の話になるんですけれども、本当にですね大きな池がですねそびえ立って、その周りにですね、ウォーキングのですねコースがあってですね、その池を見ながら
歩けるのもですね、また違った雰囲気がしてきますよね。桃山台はですね、住宅だけでなく大きな公園を持っていますので、その大雪を見ながらですね、ウォーキングを楽しんでみるのもいかがでしょうかね。今回は桃山台駅を紹介して、桃山公園から新御堂筋を通って服部緑地東口までを歩いてきました。